はようございます。アホカト農園です。今日は少しだけ日が差してきました。ここ1週間ぐらいずっと嵐のような感じで大変です。鹿児島奄美間の船も火水木金と金曜日まで欠航みたいで、スーパーに行っても品物もなくて大変です。単管も送れなくて、今在庫がたくさん、送る分の在庫がお家の中にたくさんあります。この間大きな木をチェーンソーで切ってくれた場所、ちょっと30度ぐらいの傾斜かな、だけどちょっと平地にすれば単管の木を3本ぐらい植えられそうなので、ここを頑張ってきれいにしていこうと思います。今から作業頑張ります。はじめに上に登りやすいようにちょっと階段みたいな道を作りました。この後弟2人でこの間切った木を下に下ろします。そして草を刈って平地を作ります。せっかくの作業の途中、雨が降ってきました。休憩です。はじめに鎌で草を苗でいきます。だいぶ綺麗になってきました。だけど草を刈ったら思ったより平らなところが少ない。上手に作って3本ぐらいかな、植えられるのは。苗ももう来年しか手に入らないので、今年の11月12月にしか手に入らないので、ぼちぼち頑張っていきます。大きな木の切り株がいくつかあるので、それを少しずつ掘っていきます。この紐を結びつけたこれとか、その隣、この辺がちょっと平地があるから、1本で、その上の方に1本で、お父が作業しているののもうちょっと左側を平らにして1本3本ぐらい植えれるように頑張っていきます。ここにツワブキがいっぱいある。後で収穫して食べたいと思います。